こんにちは、漢方薬剤師の中尾です。アシスタントのマールです。中尾先生、はい、血栓を溶かす方法について教えてください。そうだね。結構血栓が問題になってて、はい、あんまりよくね、僕ら薬剤師は言えないんだけど、うん、ちょっとね、ちょっとこんな関係でこう血栓ができてる人が多くて、はい、なんかあの心筋炎とか脳梗塞とか、まあ、心臓、まあ、心臓病もそうなんだけど、結構血栓症の問題がこう出てきてるんだよね。はい、それで、やっぱ血栓っていうのはなんでできるかというと、やっぱこう、人間の体の中は血液が循環してるから、その中にね、やっぱり動脈硬化もあるかもしれないし、血管の細くなってる時かもしれないし、その中に、赤血球っていうのがあって、はい、赤血球が固まりやすくなって、そこでこう血栓できたら、そこから先が血が流れない。血が流れないイコール、はい、栄養がいかない、うん、酸素がいかない、うん、簡単に言ったらこう苦しみられてるような状況をじゃんっていう話じゃん、はい、そういったら苦しみられたらうおーってこうなんかこう普通の細胞とか言うよねっていうのを思うわけよ、はい、うん、だけどそんなんで本当に心筋症とかなったらそっから先に栄養と酸素が上がったらさやっべーってなるし、どうだったらってこう言っちゃうかもしんないしっていうのを思うんだけど、はい、そういうふうにこうなりました、うん、そういったらその時にこう病院に担ぎます、うん、担がれます。そういったらね、ちょっとカンニングペーパーに言うけど、病院では血栓溶解酵素っていうのをこう称されるらしいのね、うん、はい、うん、血栓溶解酵素、はい、酵素、血栓を溶かすやつ。おう、はい、それがスプロそれがスポレプトキナーゼとか、はい、ウロキナーゼとか、プラスミノーゲンみたいなやつをこう投与して、うん、血栓を溶かして血栓を血の流れを良くするっていうことを処方されるんだけど、うん、はい、血栓を溶かすっていうのは血の流れを良くすることと同じですか？またちょっと違うんですか？またちょっと違う。血栓を溶かすだけだから、はい、その人のもともと血流がいいのと、うん、その血栓ができやすい体質とは全然違う。はい。だから病院に行った時にはその緊急的な措置なんだけど、はい、だからそうなった時にはもうすでに、血が止まってるわけだから、そういったもう、うん、後遺症の可能性が高くなるのに言ってないんだから、はい、じゃあ首絞められてすぐはーってこうなりますかっていうか、うん、まあ、15分1時間で首を絞められてはーってなりますかっていう風になった時のそこの後遺症のあたりが違うから、一番重要なのは、はい、そういう風にならないようにいつも血栓をねができないようにしとくのが重要なんじゃないですか。はい、特に猫をした人はねだけど、やっぱり関係あるんですかね。関係あるかどうか僕は医者じゃないんでちょっと言えないんですけどなんかちょっと関係ありそうだなっていう気はちょっとこれぐらいするかなっていう話だねはい、うん、でその時によく言われるのが漢方の世界というかもう健康食品の世界なんだけど、うん、よく言われるのが納豆キナーゼ、うん、納豆キナーゼ、うん、はい、納豆を食べると血がサラサラになるとか、うん、例えば青汁、青汁、うん、青汁面白い話があって、はい、昔大麦若葉っていうのがあって、はい、でその大麦若葉痛風のお客さんがいたんだよね、はい、痛風のお客さんで痛い痛いってこう言う人がおって、うん、じゃあちょっと大麦若葉で新しいものが入ったからあれ大量に飲んでよして、うん、ガーってね青汁としていっぱい飲ましたら、はい、痛風良くなっちゃったっていう人もいて、へー、うん、結構だからあえて青汁系もいいなと思って、はい、思ったよね、はい、漢方薬や健康に関するご質問をコメント欄にお待ちしております。動画にてお答えします。